おお、なかなかいい感じなんじゃね。うぷ主が前作ったやつをリフォームしただけだって言ってたけど、1週間程度の短期滞在には十分すぎるだろ。まあ、俺一人じゃなくて、こいつらと4人なんだけどな。まあ、とりあえず頑張るか。ほら、ちびども、中に入るぞ。というわけで、新しく追加されたシナリオを遊んでみます。今回チャレンジするのは、期間限定の育児に追われてシナリオです。3人の幼児が小学生の誕生日を迎えるまでの間に、4つのスキルレベルを3以上にするというチャレンジです。あらかじめ、チャレンジ用のデータを作っておきました。世帯は新規で作ったものでプレイするのですが、世帯も前もって作っておきました。まず、3人の幼児の面倒を見るのは、ヴァンパイアのマヒルくんです。なんやそのポーズ。若年でスキルも育った状態です。個人的に、寝なくても大丈夫なヴァンパイアは、子守に向いた種族だと思っています。そして1人目の幼児は、ゆずちゃんです。やんちゃな特質のサイキャはキュン幼児ですね。2人目はエイリアンのソルくんです。特質は甘えん坊。お姉ちゃんのゆずちゃんとカエルが大好きです。4人目はみどりくん。動物病院の動画では小学生なので幼児の姿は初めてお見せします。特質は自立心旺盛です。では早速この4人で頑張っていきましょう。まず予算の都合でサラチを購入しましたが、キャワな幼児3人を連れているので、今回はちゃんとお家を買います。そして、プレイしているアクティブな世帯だけ、カレーオン、にします。さてスタート。あ。ゆずちゃんが、水着に着替えました。とりあえず、マヒルを3人の保護者に設定します。保護者に設定しておくと、頻繁に幼児の様子を見てくれます。そしてゆずちゃん、一人で川の方に行ってるけど大丈夫かな。保護者の設定をしたら、チートでお金を増やして、新しいお家に引っ越します。今回はうぷ主が幼児プレイを楽しみたいだけなので、縛りプレイは特にせず、お金はチートを使いました。欲求回復のチートは使わずにプレイしていきます。ではいい、ではいい、ではいい。さて今回のお家は、ヘンフォード、オン、バグレイに建ててあります。早速お引っ越しです。ヘンフォード、オン、バグレイの中心部の広場横のお家に来ました。余裕があったら外出もするつもりですが、基本はお家中心の生活になります。早速道路の真ん中で踊り始めるみどりくん。に、カードを教え始めるまひるくん。ゆずちゃんは水着のままうろちょろしていますね。ジャムイの、というムードが出ているので、お着替えしておこうね。ジャムイの、って可愛すぎませんか。階段、よいしょよいしょ。ゆずちゃんは、早速ボールプールを見つけました。日差しが暑すぎないように、テントを張っています。ソルくんもお姉ちゃんと遊びたいのかな。
かわいすぎて、うつ主の命が最終日まで持つだろうか。欲求回復以外は、基本フリーウィルに任せます。ゆずちゃんとまひるくんはドールハウスで遊んでいます。ソルくんが遊んでいるのは、幼児用のおもちゃの電話のモッドです。かわいすぎてスクショを取りまくるうつ主。みどりくんは絵の具を散らかして遊んでいます。まひるくんが様子を見に来たので、ついでにきちんとダメよって言っときましょう。うぷ主的には、お外なら好きに散らかしてもいいんですけどね。いたずらをきちんとつけると、責任感が上がります。そしてみんなお外に集まってきました。余裕があるうちに、順番におまるを教えておきましょう。まず、ゆずちゃんをおまるの練習に誘ったのですが、まだ遊びたいのか、怒り出しました。まひるくんは怒り返さないでください、わら。でもちゃんとおまるの練習を頑張りました。偉すぎる。そして、プールボールの順番を守って遊んでいたみどりくん。ちゃんと、貸して、順番。が守れて偉いね。その頃、ソルくんはお人形遊びで、創造スキル、がレベル2になりました。電話のおもちゃも大人気です。そしてソルくんは、おもちゃのメイクで遊び始めました。これもおもちゃの電話と同じ型のモッドです。ソルくんはお姉ちゃんがよくしている、化粧とか可愛い服とかも好きです。ぐちゃぐちゃですが、楽しかったようです。みどりくんは、気づいたら自分でおまるに座っていました。自立心旺盛の特質だと。スキルレベル1から自分でおまるに座ってくれます。子供たちが元気な間に、まひるくんにご飯を作り置きしてもらいましょう。今日の晩ご飯はオムライスです。こちらもウニさんという方のモッドを利用しています。自分は、モッドは全部で 3GB ほどであまり入れてない方ですが、美味しそうな食べ物系は入れてしまいます。服も最近はデフォルト服がたくさん素敵なのが増えて嬉しいです。あ、ソルくん、今トイレでパシャパシャしてたね。でも眠くなってきたようです。ベッドがある2階部は、外の階段しかないので、ちょっと上がるのが大変です。今度お家を改造しなければ、オムライスができたので、まひるくんにおまるをきれいにしてもらって、子供たちにはご飯を食べててもらいましょう。オムライス、美味しいかい？まひるくんは、フリービルでも、カードで言葉を教えるのをよくやってくれています。天才特質持ちだから、お勉強を教える方が得意なのかな。さて、夜8時になったので、一人ずつ寝かせていきましょう。まずはゆずちゃんを寝かせようとしたのですが、まだ遊び足りないのか、逃げ出してしまいました。でも、お気に入りの5本を読んでくれると気づいて、ベッドに入り直してくれました。ゆずちゃん、おやすみなさい。
と思ったら起きて逃げ出しちゃいました。しかもすっぽんぽんで逃げ出した。弟のソル君は一人でお布団に入ってスヤーしているのに、緑君はキッズテントでスヤーしていました。後でベッドに入れてあげないとですが、ひとまず捕獲しました。ゆずちゃん、また明日遊ぼうね。こうして一日目の夜は更けていきました。その後、まひるくんは散らばった洗濯物を集め、やっと今日初めての食事をとり、散らばったおもちゃを片付け、プログラム作成のお仕事を片付けました。2日目、童子祭りがあるので行ってみましょう。童子祭りでは、幼児はできることがほとんどないのですが、子供に、健やかなる若さをお祝いする、と、楽しいムードがつきます。逆に、お祝いしてもらえなかった子は、悲しいムードがずっとついてしまうので、ご注意ください。あ、ゆずちゃんもまだお祝いされてないかな。お祝いするときに、丁寧にペコリとお辞儀をするのが好きです。その後、みどりくんがストリートダンスをするのを眺め、山ちゃんとお写真を撮って帰りました。ではいい、ではいい、ではいい。ではいい。帰った後は、お腹が空いている子たちに、作り置きしていたポップコーンを食べてもらいます。ポップコーンはスイッチを押すだけで出来上がる上に、取り出すまでは腐ったりもしないので、幼児も自分で勝手に取って食べられる優れものです。みどりくんは、ポップコーン初めてかな。まだお腹が空いていないソルくんは、頑張っておまるの練習をしていました。というか、食器も溜まっているので、食洗機を買ってあげねば。というわけで、食洗機を買ったので、まひるくん、お皿の片付けお願いします。すごいいっぱいになってた。世の中のお子さんがいる方たちは偉いなぁ。いや、手で洗うんかい。3日目、みどりくんが真っ黒になっていました。ゆずちゃんには幼児用のキッチンのおもちゃで遊んでもらって、その間にみどりくんをお風呂に入れます。
まだお眠なソル君は自主的にベッドに行くようです。だんだんちびっこ三人の欲求が大変になってきました。あれ、ゆずちゃんがお風呂にいるみどり君を見に行くようです。このデータでは幼児のゆずちゃんですが、実はみどり君のお母さんです。気になって様子を見に来てくれたのかな、とほっこりしました。そして、ソル君に絵本を読んで寝かせようと思ったんですが、ソル君は絵本の申し出を断り、どこに行くのかなと見てたら、眠すぎて、床で寝てしまいました。かわいそうなことをしてしまったけど、かわいすぎる。その後、自主的にベッドに入り直して寝ていました。ゆずちゃんも、眠い中を丸の練習を頑張り、あ、膀胱ゲージが回復しているので、上手にできてるかな。上手にできて、喜びのダンス。その後、怖い夢を見て目が覚めたソル君と遊んでいるマヒル君。子育てスキルもだいぶ上がってきました。そして、腹ペコ幼児の最大の味方。ゲットプーワークの冷蔵の展示棚を置きました。ここに置いた食べ物は、冷蔵庫に入っているのと同じ扱いで腐りづらく。しかも、幼児が自分で食べ物を取り出せるというメリットがあります。普通の冷蔵庫は大人が食べ物を出さないといけないので、かなり助かります。ソル君も大満足のようです。4日目の朝。みどりくんがご機嫌にダンスを踊っています。一人でおまるに行っていたけど、失敗してしまったみどりくん。悲しくなっていたので、まひるくんに遊んでもらいました。みどりくんは、まひるおじちゃんのことが大好きなので、遊んでもらえてご機嫌です。ゆずちゃんも起きてご飯を食べていたようですね。ご飯を食べたゆずちゃん、まひるくんにタワーブロックを教わりました。自分で遊んでもスキルは上がりますが、大人に教えてもらうとぐんぐんと成長します。多分、自由にさせてても、成長までにはスキルは十分上がりそうです。スキル上げについては、他の動画さんにお任せして、自分は可愛いを切り取っていきます。そうそう、可愛いといえば、メイクのおもちゃなんですが、大人にもお化粧してあげることができます。うむ。めちゃくちゃ楽しそうですね。マヒルくん、可愛くしてもらってよかったね。
何をおしゃべりしているかはわかりませんが、3人で集まって仲良しているのをニヤニヤ眺めるのが最高に幸せです。シムズって本当に素晴らしいゲームですね。その夜、ソル君の遊びを見守っていたら、高校生マヒル君が遊びに来ました。実はこのデータ、男子高校生動画用のをコピーしていたため、別にスズムシ4人が住んでいます。知り合いでもないのになぜ訪ねてきたのかはわかりませんが、最近いいところがないから、若年の上だけ目立ってずるい。とりあえず、誘惑的になっている高校生マヒル君にはお帰りください。また今度動画に出してあげるからね。5日目、冬祭りです。ちびっ子たちはだいぶ手がかからなくなってきたので、マヒル君にツリーの飾り付けをお願いしています。ごちそう晩ご飯も作ったので、後でみんなで食べましょう。そして、お待ちかねのファザーウィンターがやってきました。ちびっ子たち、ご飯を食べているので寄ってきませんね。ソル君だけ、おじさんを見ながらご飯を食べています。このファザーウィンターのおじさんは、お願いしてもプレゼントをくれませんでした。みんな、とても良い子にしてたのに。マヒル君から、袖の下を渡してもダメだったので、多分このおじさんは偽物サンタさんですね。こんなこともあろうかと、マヒル君がちびっ子たちのために準備しておいたプレゼントを開けてもらいます。ソル君へのプレゼントは、車のおもちゃだったようです。お眠になっていたみどり君にも開けてもらいました。子供用のバイオリンがもらえたので、小学生になったら練習しようね。マヒル君はフューチャーキューブをもらえましたが、気に入らないようです。自分で置いたんだから、我慢しなさい。ゆずちゃんは、バブル、ボトルがもらえました。みんな夜遅くまで遊んでしまったので、もう2時過ぎですが、マヒル君がお片付けをしてくれています。みんなのスキルも上がったし、チャレンジクリアもそろそろかな。6日目の朝です。スキル上げは、残すところあと緑くんだけですが、真っ黒のくちゃい子になっていたので、先にお風呂に入れてあげましょう。あ、洗濯物もいっぱいになってますね。幼児3人分だと、洗濯物もいっぱい出るんだろうな。マヒル君はヴァンパイアなので、寝なくても平気ですが、世の中の親御さんたちはそういうわけにもいかないし、みんな頑張って子育てしてるんだなぁ。あ、おまるも汚れてるから掃除しないとね。お風呂に入れた後は洗濯機を回して、おまるのゴミを捨てて、
綺麗になったおまるで、トイレトレーニングをして。まひるくんも寝なくて大丈夫だとはいえ、一日中自分のご飯は後回しでちびっこのお世話して、夜はお仕事してくれてるもんね。おまるの練習を応援する姿を見て、なんだか泣けてきました。上手にできました。まだ眠たそうですが、最後のタワーブロックでのスキル上げをまひるくんに手伝ってもらいましょう。みどりくんの4つ目の思考スキルがレベル3になりました。そしてここで育児に追われてシナリオは完了です。短いようで長かった6日間、みんなよく頑張りました。チャレンジはここで終わりですが、時々この世帯で遊ぼうと思います。なんてったって幼児は可愛い。ここまでお付き合いいただいた皆様もありがとうございました。太平洋時間で11月18日午前3時までのシナリオなので、日本時間だと17日くらいまでだと思いますが、この機会にぜひちびっ子たちと遊んでみてください。それでは本日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。